ヤッホー。体育座りしてる。確かに見えるね。ギリギリ見えるの。かわいい。アバターかわいい。ゲットしてねー。そういうアバターの方、ちらほらいますね。ちらほら。ちらほらいらっしゃいますね。誕生日おめでとう、のどかちゃん。ハッピーバースデー、のどかちゃん。おめでとう。変更した。お察しします。可愛いでしょん。かに髪の毛ない、確かに。髪の毛という概念がないんだよ。概念がないからね。概念がないの。まあそういう次元じゃない？そんなことももう気にしてないぐらい。マジで好きです。ありがとう。生命体だから、そうそう。生命体だからね。キューベ。
キューベって。わけがわからないよ。わけがわからないよ。聞かれなかったからさ。確かになんか増えてきた、あれ。 あれ、なんか増えてきた。 これってあれ、なんか触れたら増えていくようなやつだっけ。なんか触れたらその姿になるみたいなやつだっけ。なんかどんどんと。あれ、お好み焼き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 がどうしたの。美味しいけど。着替えてきたよ。あ、そういう文があるの。着替えてきたよ。なんか、ありそう。おお、すごい、だるまが滑ってきた。早着替え得意、アイドル向きです。マシュマロ、マシュマロ。他のルームでこのアバター目立つ、目立つんだこれ。可愛いからね。可愛いから目立つよね。私早着替え得意じゃない、ちょっと遅いかも。前のと比べて名前が大きい、てんてんてん、いいじゃん。見やすくなったじゃん。見やすくなってんじゃん。なんか増えた、あれ増えた。なんかゆるキャラ多くない。なんか全体的に。ゆるキャラ多いな。かわいいんだけど。同じ種類の。兄弟おもろい。確かに似てるね。フォローしました、ありがとう。何の集団、え、ゆるキャラ集団です。ゆるキャラ集団です。
ゆるキャラ集団。強ある。アバターお気に入り。よかった。よかったよ。確かに最近ちょっといろんなポストしてる。まず速攻元気でしょ。速攻元気。船旅。あとは、インスタはジブリ展とか。いろんな投稿しております。時々フェスの紹介とかやって。速攻元気。ジブリね。あと明日も投稿する。オウムさ。なんか、人によっては、オウムのこと知らない人が見たら、びっくりしちゃうかなと思ストーリーにあげようかなと思ったけど、やめといた。しかも、夜なんか19時、20時ぐらいだったからさ。ご飯食べてる人もいるかもしれないから そうね。今じゃないかなと思って。いや、そうなんよ。なんか、意外と、オウム見て、わーみたいな。現地でもさ、うわーみたいな。言ってて、えって。そうね。ナウシカまだ見てないんかなって。巨人兵はいないですね。ジブリパークじゃない。いるの。乗せていいかな、明日。乗せちゃおうかな。そう、時々気にするっていうね。ほんとだ、いつの間にか誕生。揃ってた。いつの間にか揃って。あ、触れたら。おや？触れたら系。
じわじわ来る。かわいい。まだちょっとじわじわくる。いいね、二等身でいいね。二等身かわいいな。これはもう多くの方に愛される、多くの方に愛されるキャラクターですね。時々さ、時々なんか似てる 似てる人いる。なんか違うのが紛れてる似てる 似てるけど違う 時々。親戚似とる。同じなんか。白ければ似とるって思うじゃないけど、内輪で顔が隠れて。似とるね。
よいしょ。さやに似てる人いるの？さやに似てる人。会いたいな。時々なんか違う人。人誰だろう。いるの？似てる人と写真撮りたい。見分けはつくんじゃない。見分けつかんほど。高尾探偵って。見分けつかん。見分けつかんとかあるんか。推しは見分けつくんじゃない。推しだったら。快適。見上げつくでしょう。ついてほしいけどね。確かに。間違えたら怒るかな。どうだろう。や、それくらいじゃ怒らんか。それくらいじゃ怒らん。いや、怒るかな。どうだろう。
でもネタにするかもしれない ネタに、ずっとネタにするかもしれん。間違えたもんねって。あの時間違えたもんね。いつ分かってくれるのかな。愛が足りないのかな。ってなるかもしれん。分からんけど。そんな状況あるかな、でも 私と似てる人を並べて、どっちでしょうかって言って、サヤンじゃない人をサヤンって そんな状況ある？もはや まずあるかな。しかも多分当たるやろ。遠目で見て、なんか、サインかと思ったとか、とかだったらわかるけど、サインかと思ったわとかわかるけど、こう並べてどっちでしょうか。人間違いだからね。言ってしまえば人間違いだからね。人間違い？確かにパーツ。反の方はそうだね。パーツで。パーツ問題だったらあるかもね。この目は誰でしょう？なんかメンバーで。メンバー5人ぐらい。で、目だけ。とか。いや、わかるよ。目はわかりやすいか。手はわからんよね。間違えたらどうする？では、あれよ。当たったらさ、なんか、サーヤンと、なんか、できるみたいなのだったらさ、みんな頑張ってさ、考えそう。急に本気出す。急に本気出す。
餌がないと。すごいわかる。へえ。なんか意外とこうやってわからんくない？わかるかな？意外と声だけ聞いてさ、今の声誰？って時あるもん。いける？話し方ってわかる？へえ、そうなんや。笑い方でわかる？嘘。すごいね。CD さ、私の声聞こえる？ CD、自分の声聞こえないんだけど。愛の重さとか特に、私、自分の声聞こえなくて、千代さんと一緒の歌わりなんですけど、千代さんの声しか聞こえなくて、私歌ってるよね？私歌ってますよね？って思ったもん。あれ、二人歌わりなんですよ。私のマイク。私ね、声が柔軟するタイプ、みんなに柔軟するタイプなんですよう。柔軟タイプ。馴染む。馴染みまくる。あ、順の。の。そう。なんだろう。なんて言うんだろう。包み込む系。みんなの声を包み込んでいく。包み込んでいくよ。そう、混ざったときは、サーヤン歌ってるって感じだけど。あ、浸透、それだ。浸透だ。浸透タイプだ。そう、餃子の皮的な感じ。そう、水餃子の皮よ。なんかそう、
歌い方変えようかなと思ったけど、なんか、結局変えん方が、自分の声を活かした方がいいっていうことも言われたりして、っていう時期もありましたね。半年前ぐらい。半年前か、1年前ぐらい。そうだよ。なんかそう、この声が、ちょっと嫌になった。なって、ちょっと変えてた時あった。でも、なんか。自分の声を活かした方がいいって言われて、まあそうなんだ。自分が思ったより、こう、声を高く出したら、もうちょっと、なんて言うんだろう。シンプルに聞こえると思う。ボイトレは受けてますね。最近行ってないけど。ボイトレ行きたいですと言ってるんだけど、なかなかこうスケジュールが合わないのかな。はい、5000円。そうですよ。広島である。各自で皆さんも調べたら受けれそう。もう一人。え、いっぱいおるくない？そういう先生。菅井先生みたいな人はどうだろうね。厳しいね。
厳しいと思うけど、上手くなりそうだね。うん、検索したらいっぱい出てきそう。菅井先生に教えてもらえないよ。教えてもらいな。みんなで集まってから、みんなで集まって団体で団体で行きな。うまくなりそう、本当に格段に。披露する場所はお話し会お話し会で披露していいですか、どうぞって。おおおおって言って、いいじゃん。何？パフォーマンスしたらダメな？お話し会？え？お話し会？パフォーマンスダメな？パフォーマンスしたら強制終了？え、ダメなんや。え、昔はあったよね。今ダメになったのかな。パフォーマンスってダンス？歌もダンスもだね。あ、そうなんだ。あ、手品。それさ、知らんかったらさ知らんかったらさ、もうダンスレッスンしてさ、ボイトレも受けてさ、よし、さやに披露するぞって言ってお話し書いて、よし、参加するぞって。注意欄見たら、パフォーマンス禁止です。え？パフォーマンス、え？パフォーマンス禁止？え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 ？ってなるよね。え？え？パフォーマンスってあれよね。大きな括りすぎるね。大きな括りやね。まあ、そっか、お話し会だからお話ししかダメなんかな。
お話しかダメなんかしら。声と声の 声と表情との通信でしかダメなんか。急に切れてさ、え？ってなって。あ、これはパフォーマンスでしたって。え？で、パフォーマンスだったんですか？後から言われても、あ、パフォーマンスなんだって 納得するしかなくなるよね。でも結構、パフォーマンスっていうかは、手品してる人いるけどね。手品してる方いるよ。ントマイム パントマイムだねかって。パントマイムいいんじゃない？だって。話しながらいいんじゃない？パントマイムなら。ダメ？パフォーマンス？これ。もういいでしょうと思うけどね。話しながら、それで？みたいな。さあやって、ライブではどんな感じって。この前のライブさ、感じでやったらいいんじゃない？ダメか。あ、何？リアル？もしかして、リアルお話かい？オンライン？オンラインもよね。どっちもよね。リアルもリアルで。確ムーンウォークダメだよ。ムーンウォーク ムーンウォークで去っていって、パフォーマンスダメですって言われて。でもいいか。ムーンウォークで去るんやったらさ、もうさ、あ、もういいかってなるよね。去っていったけん。ちょうど去っていったから。 確かにファンの方時々ちょっと振りをしてる方いるよね。ちょっと振りみたい。ちょっと振りをコピーしててちょっと振りするみたいな。ちょっとならいいんかな。もうガチで踊ったらちょっとすいません、禁止なんで。禁止だ。ちょっと禁止なんですいません。やめてください。やばい。あ、すいません。やばいね。 想像したら面白すぎて。ダメなんだ。でもさすがにいないよね。ガチで踊ってる、パフォーマンスしてる方。
確かに公園ではね、フリコピいらっしゃるけどね。うん。あ、フェスね。確かにフェスの方とか、全部知ってる方いるよね。すごいよ。ああ、面白すぎる。そう、体が動いちゃうんだよ。フェス、確かに。うん、確かに。なんか、時々、フェスで、なんかすごい盛り上がってる方々を見たら、すごいなと思ってたけど。人がみんなの手で移動されていく移動されていく、あ、なんか、なんていうんだろう、あれ、移動されていくのと、あとなんか組体操とかえ、組体操リフトっていうの、モッシュ、モッシュ、やばい、いろんな名前があるんか。なんか時々さ、そう、おすすめ、なんだろう、ながらで食うときあるんですけど、なんか真ん中がなんか開いてて、真ん中に向かってみんながわーって叫んでる。わしは、おしくらまんじゅう。おしくらまんじゅうみたいなのがもし。あ、サークル、あ、サークルっていう。あれそうそう、だけん、そう、全然みんな、アイドル、見てない、アイドル見ずに、こう、バー作ってって。あれをよく、動画で見ますね。いや、流れてこない？いや、もう全然。STU は、うん、公演は、着席だからね。着席って時々、スタンドだけど。いろんな世界があるんだなって思いましたね。確かに。歩けるかな。確かになんか、なんかアイドルさんのライブとかで、アイドルが、
ファンの方の上を歩いていく。確かに、それもなんか、それもあるんだよね。ナウシカ。ナウシカ方式。そう、あれさ、どうなってんだろう。みんな手で持ってんのか。頭上、靴でさ、踏まれてない？って思うけど。いや、全然動画で見ました。でもちゃんと、なんかそう、後ろからステージまで、ファンの方の上を 渡って歩いて、ステージに戻る。でも協力して。れ大丈夫か。すごっ。私らもステージから動かんからね。時々練り歩きとかあるけど。まあそうだよね。信頼関係だよね。確かに確かに。マジか。すごいね。いろんな世界があるんですよ。2階席いけるかな どんな花道になる。2階席行くってなったら上の方でみんなが組体操するしかない さあ、ここ渡って。俺のことはいいから上登って。なんでそんなことしたって感じだけどね。なんで2階席まで行こうとしたって。ニュースになるだろうね。何がしたかったのであろうか。てんてんてん。一体何がしたかったのであろうか。私体重計測ったんです。
したら、ピークよりも、多分2キロか3キロぐらいは減ってました。減りましたでー。夏バテかな。ピークはね、去年の冬だね。去年の冬頃。ラーメンブーム。秋かな？秋か。これ以上減ったら、2、3年前ぐらいになる。でも減るんだなと思った。なんか、私ももう減らんのかなって思ってて。ちょっと減った。あ、ちゃんと減るんかいって思った。なんか体質が変わってさ。だって、そう、写真集撮影前ぐらいは本当にどうしても増えなかったんですよ。それが急に増えて、ラーメン食べたらめっちゃ増えて、ラーメン食べたら増えるんだって思って、確かに最近ラーメン食べてなくて。やし、普通に食べてない日もあったけね。夏バテで。それもあるんかも。そう、結果ラーメンすごいんよ。ラーメンの力はすごい。確かにタピオカ全然効果、私にはなかったかも。ただ美味しい。美味しい飲み物。ラーメン集合。マシュマロになってしまう。マシュマロになるよ。確かに飲み物系ね、ジュースは。ジュース、ラーメンかジュースはもう栄養よ。栄養栄養。アイスとかも氷。アイスはもう氷だから。
今日うなぎ食べてない。ラーメン食べた。あとあれだね、一昨年はさ、ずっとライブしてたもんね、PR 舞台とか。PR 舞台とかで。ずっとライブしとったし、やっぱライブはね、やっぱね、動くからね。っていうのもあるよね。ライブはすごい。で、去年が全然ライブなくて。ただラーメン食べて動かないだったから。時々おレッスン。PR 舞台の時はいっぱいライブあったし、ライブじゃない日はレッスンがいっぱいあった。じゃあ読みますかね。ナオさん、バリーさん、ジャスパー大君、アルフォートさん、マイセンタン、セイヤンさん、神戸のヒッキーさん、タケル君、マッペーさん、サトルンさん、トットリ太郎さん、フジポンさん、コッペさん、サトケンさん、オーサムさん、ヨッピーさん、ホタテ様、キチネさん、神戸のマーチさん、アブテツさん、マサさん、ジンタさん、キムコさん、ミッチーさん、コーチさん、ロックオンさん、台湾のコウさん、阿部博さん、ヨウさん、フーちゃん、メガバイトちゃん、猫のおかずさん、中村みちひろさん、熊吉熊尾さん。ツアーを ゆっくり休みましょう。ふわ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 。今日も笑った。笑いました。面白かったな。眠いかもしれない。お風呂入ったよ。
眠くなる。部屋にテレビないけん、テレビを見る選択肢もない。もう寝るだけや。バイバイ。バイバーイ。これ手なんてぐらいさ。手かわからんくない？早すぎて。これ手？わかる？出て。